はい、格闘速報です。金原正則、朝倉未来に負けねえよクソガキについてです。ライジンの裏番長こと金原正則選手が衝撃の発言をしていました。ライジンフェザー級に復帰後、天才脇役芦澤選手、強豪真島和正選手と2連勝中と絶好調なライジン裏番長金原正則選手ですが、戦いたい対戦相手について言及していました。かつては堀口教授と戦いたいという思いで、ライジンのそれ以外のオファーは断っていたことがあるそうです。そんな中、クレベルともやりたいです。競技者として尊敬しているからこそチャレンジしてみたいというのはあります。実際に今やりたいと思っている選手はクレベルとミクルだけです。これまで行ったことはないですがと話していました。またミクルが強いことは認めています。それ以上にあいつが東京に出てきて大沢さんのハーツで一緒に練習をしていたので、成り上がり方を見てきたというのが大きいです。昔の彼を知っている僕としてはちょっとやってみたいなという思い、そして負けねえよクソガキと思うこともありますと話していました。朝倉のみっくんはハワイアンデブとなって階級を上げるかもしれませんが、ライジン表番長と裏番長の対決を見てみたいものです。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければコンビニダイエットご飯もご覧ください。それではさよなら。